感じろ。考えちゃダメなんだ。こんなんいるでしょ。閲覧と伴ってないじゃん。ふわちみんはもうこれだから。むっつりが多いんだよ。もぐもぐもぐらかな。もぐってないんだ。もうボスになって企画終わるわ。ボスになって。全部赤くなると。肉吸い食べたかったな。肉吸い。うん？南の肉吸い、はい？これこれ大人気卵かけご飯。ああここね卵使いたい放題なんだよ。でその卵が新鮮で。西成なのに箸で持てるんですよ黄身をね。だからすごい新鮮な卵で美味しいらしいんですよ。で卵使いたい放題で、ご飯もおかわり自由だった気がする。ご飯おかわり自由、卵使いたい放題、確か500円だった気がする。違ったかな。それに肉吸いで卵に肉吸いの肉をつけても美味しいんですよ。うん、やってなかったコロナでね。コロナ開けたらもういいよ。コロナ明けたら肉吸いってなんか肉うどんのうどんがないバージョンみたいなやつ。中国人やってないっしょ。やってないもん、どこも。さて大阪の次どうしよう。どこ行こう。今日何曜日？今日は水曜日。水曜日か。少しといる。水曜日か。ジジのお宅訪問ちょっと弱いね企画が。北海道またメンバー選出と企画練らないとね。あニュイちゃんの今行く？蒸し豚屋の今をちょっと調査する？それはまああの人は今企画でまあまああれかもしれない。何やっとんこれ。しんどん屋って何なの？
あと2分すごい行列並んでるけど、昔はパチ屋の回転によくいたんだ。古き良き時代の文化だね。立てるのかな。ありがとう。ちんどん通信社って書いてあったね。すごい行列だよ。見えないぐらい奥まで。やっぱあれだね、お金がなければないほどパチンコするじゃん。あっち？唯一の娯楽なのかな、パチンコが。東京でもまだ見ます？初めて見た。あーちょっと怖いな、ボスに。あれコンビニなかった？どっちが近い？あ、会長、会長どうも。あ、俺本当のトランプ。はい、映ってないです。ラベンさんまだ置いたので。あ、はい。こうやってるじゃん、クワット食堂。会長怖いっしょ。な、怖いんだよ。あ、ボスいるわ。ちょっと待って、作戦練らないと。あ、あ、どうもどうも。遠慮したらあかん、あかん、はい、いいっすか。ちょっとお酒買ってこよ。ボス譲ってくれって言ったら怒られない。あ、はい、どうも。はい、あ、いいんです、すいません。中田赤坊、おかん、おはい。竹はい、ちょっと右、はい、お酒買ってきてくれる？凍結20本ぐらい。ちょっとお金渡すわ。どうやって撮影するの？はい、こうやって内側が、観客が。あそこはがボスが座るとこなんですか？あそこはボスが座る。構え、構え、構えへんねん。ボスが座るとこなんですか？構え、座ってよ。ボスが座らないか。ボスが座らないか。そこはボスの椅子なんですね。この椅子はボスの椅子。うん、これ椅子はね。僕座ったら。まあまあ、椅子は。じゃあ、ちょっとボスの椅子に座らせてもらいますわ。いや、怒らへんだ。申し訳ないです。ボス、ボス。いいっすわ。あ、いいっす。俺がパチコ行くんや。あ、ありがとうございます。誰も行きます。2000円。貸し。あ、おやっさん、それ言うたらあかんやろ。一
に座り場所ってあるんよ。ああ、そうなんですね、うん、すいません。いや、俺は座っていいのとか黙ってた。ああ、了解です。了解、了解、了解。誰あそこに行くの？タケだよ。うっさいよ。タケよ、お前偉そうに逃がすな、こら。何逃がすの？何やねん、何やねん。ちょっと喧嘩やめてもらってごめんなさい。大丈夫だよ。ちょっと、先生だけしよう。どうぞどうぞ。一番 OK。 どうぞどうぞ。やめ。お、これが起こる。襲われるのがめったに。はい、おったらいい。めったにないですか。ありがとうございます。めったなんすか。いや、俺らが襲われない。いや、俺らは絶対襲われない。絶対痛かんの。はい、わかります。割と怖いよ。はい、わかります。これね、これでいいよ。うれ、赤星さんが言うんやから、しゃあないっす。じゃあ、ガンディ。はい、わかりました。いいっす。行きますか。行きますか。いや、タケ行くか。ほっとった方がいいっす。一番に行ったらもう、ほっとった方がいいっす。はい、赤星さん、席。なんか、ボスみたいですね、僕。まだ早い。ここのボス。僕、ボスみたいな。あー、突っ込んでから。これ、これ、飲んでください。飲んでください。これ、飲んでください。飲んでください。うん、これ、飲んでください。うん、もう、ボスになったんちゃう？どう？ボスにしよう。はい、ひ、ひ、ひ。うん、この三脚が、ちょっともう三脚がダメだわ。もうおみってるわ。これよかったら飲んでください。ありがとう、はい、今ちょっとボスの椅子に座ってるんで、飲んでください。お母さん、お酒いらん？私飲めないです。飲めないですか？気使うんでいいや。はい。じゃあ。じゃあ。喧嘩しないでよ。あかんぜ。あかんよ。うまいよ。うまいよ。ちょっと今、ピーカして。いや、あるよ。ちょっと今、ボスの椅子ですね、これ。ボスの椅子。ボスの椅子座ってるんで、ナイス。めったに座れない。ナイス押してください。めったに座れないですよ。僕らにも座れない。座れないですか。ああ、これもう酒みんなね、ミギさんね、どうもどうも。ありがとう。ボスの椅子座ってる。姉さん、ボスの椅子座ってる。ええですか。いいよ。ええやったらいいですけど。大丈夫。ありがとうございます。いいよいいよ。すみません。じじ、配信やらんのか。大ちゃんと俺もやらない。これ大ちゃんで。大ちゃん。配信やりな。大石や。大ちゃん。よろしく。あ、これ。あ、単独出てきたんじゃない？なんか嬉しい。ボス就任おめでとうございますって言われてますよ。ドーン。僕がボスの。ボスです。なんか。ボスでいいっすか。お酒毎日ありしますけど、僕ボスでもいいっす。ちょっとね、生意気な小僧ですけど、お酒とかは困らないですよ。いや、僕らお酒は困ってる。もう困らん。ちょっともう世代交代した方がいいんじゃないっす。不満とかないですか、今のボス。不満ないっす。
お父さんみたいな。お父さんみたいな。ここはリゾート。世代交代します？お父さん。お父さんはね、前だったもん、お父さん。僕がもっと豊かな西成にしますよ。ね、お父さん、お父さん、お父さん。はいな。見つけたよ。アイスだ。どうもどうも。え、もともと西成の人なんですか？はい。西成の人なんですか、もともと。僕、名古屋ですね。キキチャンネルとかしてますか？はい。キキチャンネル。キキチャンネル、あの看板。あれ、僕、友達です。ああ。社長。登録してます。あと、エラとか、情報録とか。ちょっと、皆さん、お酒、飲んでください。お酒、お酒、おいでおいで。お酒飲んでください。あります、お酒。うん、お酒どうぞどうぞ、これ。お酒、お酒の。僕から、ボスから。ああ、うん。みんな呼んできて、お酒あるから。あ、だからボスが呼んでるっていう。うん、ボスが呼んでるって言ってもらったら。大丈夫かな。いらないっすか、お酒。いらないかな、みんな。でも、初めてですよね。いや、僕、前も来たことあるんですけど。中が来たことある。その時は、ボスの椅子座れなかったんですよ。でも、今回はちょっと座らせてもらってるんで。何年前に来た？いや、1年ぐらい前に。1年前やったら、来ない。ボスの椅子座れるの、僕か、10分ぐらい。もうかかっとるで。会長、会長、お酒。会長、やばいです。今、酒飲まへん。会長、椅子か、ボスの椅子座らせて。椅子？ありがとうございます。申し訳ないです。俺、昼間酒飲めん。電話入ってたよ。あ。聞かれたやろ。メールと両方。いや、違うわ。ちなみに、会長、ボスと会長どっちが上なんですか？会長ボスの方が上。会長の方が上。いや、ボスの方が上。ボスの方が上なんですか？いや、僕の方が上です。役職は何ですか？僕の方が上。役職は？役職は2代目。2代目？二代目ボス？二代目。ここの2代目？二代目。一緒なんですか？うん？二代目じゃない。めっちゃ流れてます。僕がボスだから新しい。ダメですよ。譲らないですよ。お茶の方が良かったな。いやいや。もう水で。はい。すみません。僕が2代目なんだ。ここに座る。え？僕今座ってるから2代目。僕が2僕2代目なんで、ボス帰ってきたら話するんでね、ミギさん。どいた方がいいで。ミギ、そこ座りな。ボスの権限で座っていいから。あ、いいよ、座りな。もうええやろ、権限が。それぐらいでええやろ。なんてどっかにが。それぐらいでもええやろ。もう切っとった。この名前とまた言われるから。じゃあ大丈夫です。話して。